大変お疲れ様です。ダーポンです。ダーポンを実況するレインボーシックスシージンマルチプレイ TDM 爆弾、ステージは銀行、ラウンド1攻撃機からいきたいなと思います。爆弾戦の攻撃なんでね、まあ IQ の、索敵系で言ってもいいし、フューズで突撃仕掛けてもいいんですけども、今回、勝ちたいので一番得意なフューズでいきたいと思います。いや、何戦かやってるんですけどね。いや、もう猛者ばかりで大変ですね。はいはい。なんとかね、今回勝てるように頑張っていこうかなと思います。味方は新兵にアッシュ、そして火花。なかなかね、まあ、アッシュで遠くの壁を破壊できますし、火花、テルミットでも、金属系の壁破壊できるので、僕の方でね、最初、陽動と奇襲を兼ねて、クラスターチャージでね、仕掛けていくスタイルでいこうかなと思います。よし、やっていくか。なかなかロードがちょっと長いな。あー、ちょっと一人がいなくなってしまったが、まあ大丈夫でしょう。まあ、爆弾戦なんでね。さあ、どこに置いてあるか。どこだ、上かな。上見てみるか。あー、ここだね、ここだね、ここだ。ここでしょ。ドローンが爆よ弾を発し、見一した。発見した。あと10秒。まあ窓から襲撃できないことはないから、に突窓から入。クラスターチャージ仕掛けていくドか。ローンが爆で、味弾を方発がパルス、見。リフューザーを敵がパ爆ル破。スと、爆弾を発見した。起イエー動しガーて爆と、弾を解除する。あれやか。はり爆弾の限界だ。あー、はいはいはい。いや、もう仕掛けます。くらえい。よーし、一人やったぞー。もう一丁。さすがにビビってね、多分、どっか逃げたと思うので、上から、仕掛けていこうかな。ここもやってから、多分ね、外に逃げたと思うので、ここを開けて、上から攻めます。で、多分窓見てるはずなんでね、僕はここから覗こうかな。了解。何さあ、どっか行く。味方ナイス。さあ、どう来るか。からは見てこないか。味方中侵入してるんでね、なるべく慎重にしたいところだな。俺はこっちから入るか。一人やられたな、二人やられたな。さあ、どうする。敵に発見された。来るかな。まあでも仕掛けないとね、勝てないんで、慎重に行こう。さあ、どう来る。クラスチャーチャージはもう使えないからな。うわ、いっそ。ハルスに？ルークに？カベイラか。いや、ドキドキするね。どこにいる？なるべく足音立てたくないんでね。
右見るか。はあ。壊せるか。よし。突破準備完了。味方が言ってくれた。俺も入ろう。オッケー。よしよし。ナイス。よし、いいぞ。味方頼む。ここで待とう。左帰ってきてる。来い。ウォールというウォールだな。オッケー。ああ、味方がやられてしまった。ミッション完了だ。いや、緊張したね。左で足音してたんで、来たところを、まあ、味方のないディフューザーがよく置いてくれたかなという印象ですね。ああ、緊張した。じゃあ、このまま第2ラウンド防衛行きたいと思います。何で行こっかな。ミュートで行くか。味方がバルキリー、イエーガー、リュークに、そして、ミュートということでね。非常に、これはね、トラップ大事なんでね。最初に爆弾見つけられないように、ちょっと迅速に、これ置きます。迅速にね。これ置かれると、ダメなんでね。入ってくるとこあるから、この辺に置いといて。どこだ？爆弾の位置がバレた。おっと、さすがにそんなには守れきれないぞ。よいしょ。OK。で、爆弾戦はね、基本的に防衛が不利なんでね。ディフューザーを置かれて釣られちゃうとそれもそれまでなんで。敵部隊が爆弾を発見、光線に備えろ。よいしょ。さあ、どっから仕掛けてくるかな。ドアは強化済み。上からか、多分窓から来ると思うんだよね。標的を確認。多分僕と同じ戦法で来るはずなんで、多分ここの窓からね。この窓から来ると思うんだよな。どうしようかな。置いとこう。怖い。やられた。俺の後ろでやられたぞ。ブラックビアードだな。怖い。ブラックビアードか。よくあの距離ヘッドショットしたな。怖いな。そこか。多分窓上がってきてんのか？味方のバルキリーが。いで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 ！なんだと？標的の位置を特定。くそったれ。あんな絶対適当に撃っただろ。あー、怖いね。確認した。ターゲットを発見。誰かそこ補強して。怖えな、壁貫通してくるのか。火花とか来たら厄介だな。いけるかな。よし、これで火花のやつは防げるはずだ。窓から来るかな。ターゲットを狙えよ、ロビーだ。バルキリーが戦闘中。あんまり前出すぎないでよ。本陣いなくなると危ないぞ。やられたな、落とされた。ここも守りに行った方がいいかな。フューズがいないのが幸いだったな。ブラックビアードと差しで撃ち合うのはちょっと危険だからな。同じポジションで待ってるか。ここだとちょっと怖いかな。味方ナイス。このロング見んの怖いな。でも見てないとでもきついんだよね。こ
こう割ってくると思うんだよね。爆弾が敵部隊に発見された。 OK、 ナイス、よしよしよし。あー、足が窓を切れたか。さあ3対3、いいぞ。窓来るかな。なんか投げてきたな。来そうなんだよな、その窓。窓見てるか。いや、見てた方がいいな。もう一回来るだろう。いや、絶対来るだろう。左は味方に回せよ。来た。上上がったな。残り15秒。来るでしょ、多分。なんか投げてくるだろう。時間切れまで10秒。OK。よし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 。OK。ラウンド2勝利。危なかった。サッチャーが窓から見に来てたか。よしよしよし。まあいい感じで、守れてますね。一気にここは勝負をつけたいところですね。もう一回フィールズで勝負しに行くか。何で行こうかな。味方フィールズ取ってくれたか。はは。ブラックビアで行くか。よし。見せてやれよ、ブラックビアードの。ライフルシールドと、そしてスカーの力をな。使って爆弾を探せ。よし行こう。まずは爆弾の位置をね把握したいんで、また同じポジションかな。ちら、あ、同じポジションだね。これはちょっと攻めがいがありますな。よし。味方、敵がタチャンカいる。タチャンカ、タチャンカ大先生いるの。ちょっとちょっと、それはまずいね。どこから侵入しようかな。爆弾を見つけたら移動して爆弾を解除しろ。あー、上から行く。タチャンカ見てそうなんだよね。ちょっと上から行きましょう。で、今回は、ブラックビアード、なんですけど、このライフルシールドをつけるとですね、まあ、動きはちょっと遅くなってしまうんですけども、確かカメラみたいな。味方やられたな。すぐ近くだぞ。中入った途端狙われてたな、多分。窓から侵入してみる。判定が回って。多分、窓見てると思うんだよね。これ。味方、ナイス。仕掛ける。ここも割って、ヤーマンパネルを破壊で、また上に戻って、ちょっと覗こうかな。味方の援護をしたいところだが、味方そっち回ってんだったら俺窓から回ってった方がいいな。任せてくれ。味方ナイス。
ナイス、入ろう。ナイスだ。敵どこだ？タチャンカが一人いると思うんだが、置いてもいいぞ、ディフューザー。敵の位置が判明した。2回カバーする。ナイス。敵部隊を制圧。こちらの勝利だ。いや、綺麗な突入でしたね。最後ね、フューズの方が、綺麗にやってくれましたね。お、MVP、完全勝利です。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回はね、3本綺麗に取ることができました爆弾戦でした。味方のね、援護もあったようで非常にいいゲームでしたね。というわけで皆さん次回もお楽しみに。ほんじゃ、またね。